フォードタウヌスは、欧州フォードが1939年から1982年まで、ドイツで生産、販売された、ファミリーカーである。1952年から1968年までの、西ドイツフォードの乗用車は、大小問わず、すべて、フォードタウヌスの社名であった。1960年代当時の日本にも、ニューエンパイアモーターや、 近鉄モータースなどのフォード系、ディーラー各社を通じて、多数輸入され、タウナスと呼ばれ、親しまれていた。タウナス1948-1952、戦前のドイツフォードの主力車種であった小型大衆車、フォード・アイフェルの後継者として登場した2ドアモデルで、ある。ドイツフォードの第二次世界大戦前の最後の、ニューモデルであった。ドイツフォード初の油圧ブレーキや、 同時期の米国フォード車とも共通の幅広、流線型ボディを採用し、外観は大幅に近代化された。しかし、エンジンと車種は、アイフェルから引き継がれたもので、在来型のサイドバルブ 1172cc 直列、4気筒エンジン、前後輪ともに、横切りーフスプリング支持のリジッドアクスルで、フォード流の信頼性を重視した保守的設計からは、脱していなかった。 最高速度は時速 100km を交渉した。量産開始からほどなく第二次世界大戦が勃発し、生産は戦時中一時中断されたが、1948年までに商用車を含め74,128台が生産された。1948年には外観をもだない図下 G93K となったが、内容は大道省位であった。 1952年以降のタウナスには 12M15M などと排気量を示す2桁の数字とマイスタースタックを意味する M のサブネームが与えられた小型の 12M15M 系統と後に追加された中型の 17M20M などの2つのラインがあった初代 g 1 3系、タウナス 12M1952 から1955 戦後に発売された最初のモデルである。ボディ構造はモノコック式となり、フロントサスペンションはマクファーソンストラット独立喧嘩が採用されたが、エンジンは在来型を流用したサイドバルブで最高出力は38馬力であった。1955年にオフ化され、1498cc55 馬力の 15M が追加された。 1959年にフロントグリルが変更され、15M は名称を変更して、12M1.5 リッターとされた。二代目タウヌス 12M1959 から1960に二代目と、銘打ってはいるが、初代のボディを、スタイリングの流行や、生産技術の向上に合わせてリワークしたもので、見栄えは新しくなったが、メカニズムは、すべて、g 1 3系。 12M の流用であった。3代目 P4K、タウヌス 12MP4、縦置き V 型4気筒エンジンの前輪駆動として、全く新しい設計で1962年に再登場した 12M は、カーディナルというコードネームで計画され、米国でもサブコンパクトカーとして生産される、予定の世界戦略者であった。しかし市場調査の結果が芳しくなく、 労働組合の反対などもあり、西ドイツでのみで生産されることになった。エンジンは 1183cc40 バー力と 1498cc50 から65バー力で、ボディバリエーションは2.4ドアセダン、2ドアクーペ、2ドアワゴン、2デリバリーバンがあった。コンパクトな強角 V4 エンジンと FF レイアウトで、自流を遥かに先取りした、居住性や、 トランクスペースを実現していた。このエンジンは、スウェーデンのサーブにも供給され、96-4、4ストロークモデルと95に使用された。当初は、ラジエーターの冷却ファンを省略していたが、後に、一般の自動車同様、改めて装備している。4代目、p 6系 15M タウンス 12MP6 流行の、ロングノーズ、ショートデッキスタイル。 1500と 1700cc エンジンが追加されて、15M の名が復活した。この 1700cc エンジンは、マトラの4座スポーツカー、M530 にも用いられた。12M は 1183cc 馬力、1305cc50 から53馬力、15M は 1498cc55 から65馬力、 1699cc70 から75馬力であった。1969年モデルからは、タウンスの名称が外され、単に、フォード 12M などと呼ばれた。1970年には、モデルチェンジされ、英国フォードのコーティナと、ほぼ共通の後輪駆動車となり、しばらく継続生産された、V4 エンジン以外は、英国フォード流の設計となった。初代。 P2K、フォードタオネス 17MP に第二次世界大戦後の経済復興に伴い、より大型の車種投入が必要となったため追加されたニューモデルで、このクラスのベストセラー、オペルレコルトと直接競合するモデルとなった。スタイルは、アメリカの1956年型フォードに似たもので、 1698cc 60馬力エンジンで最高速度時速 128km を発揮した。二代目 p 3系タウヌス 17MP3 エアロダイナミックなボディスタイルへの変身で大きなセンセーションを巻き起こし商業的にも成功したモデルとなった。U 字型のラップアラウンドバンパーやヘッドランプの輪郭の超円形は、ベーン、 フォードの三代目サンダーバードと共通のテイストであるが、ステーションワゴンの微灯は、屋根の後端、リアウィンドウ上に目立たなく配置された非常に珍しいデザインとなっている。エンジンの排気量は、1498cc55 馬力、1698cc60 から65馬力、1758cc70 から75馬力の3種類があった。 P2 に続いて、日本へも輸入されたが、保安基準の関係で全小党は企画型の丸型シールドビームの4頭となった。また、宇津井県主演のテレビドラマ、ザ・ガードマンの初代パトロールカーとして、劇中出演し、広く親しまれた。このパトロールカーは後に競合車のオペルレコルトへと交代している。三代目。 p 5 k 1 9 6 6フォードタオネス20、MP5 ボディスタイルは、先代のキープコンセプトながら、先代より、やや保守的となり、より一般受けするものとなった。エンジンは 12M 系の V 型4気筒をベースに、新開発された 1498cc1699cc に加え、20M には、 タウヌ素発となる V 型6気筒が用意され、1998cc から85から90馬力を発揮した。当初、この V620M には、オペルレコルトの6気筒モデルに比べて1400、マルクも安い7999マルクの戦略的な価格が設定され、西ドイツ国内で最も廉価な6気筒乗用車となった。ボディバリエーションに2ドアハードトップや、 カブリオレも登場し、二代目同様好調なセールスを維持した。四代目 P7K1969 フォード 20MXLP7.2 気候的には三代目を踏襲したが、ボディスタイルをアメリカ社風に一新した。トップモデルとして 20M2.3 が追加された。このモデルチェンジは大失敗で翌年には、 フェーズ2として、ビッグマイナーチェンジを行わざるを得なくなった。改良版は、P7.2 と呼ばれ、フロントエンドが一新された。また、タウヌスの名称が外され、単に、フォード 20M などと呼ばれた。エンジンバリエーションは 17M の1498、CC60 馬力から新登場の 26M の V6.2550、CC125 馬力まで多岐にわたった。 1972年には、モデルチェンジされ、コンサルグラナダとして、英国フォードのゼファー・ゾディアックと統合された、新型車に生まれ変わったので、P7.2 は、最後のドイツフォードの独自製品となった。1974フォードタオネスコープ1970年に、再登場したタウヌスは前述の通り 12M15M の後継車種として登場した2.4ドアセダン。 二ドアクーペ、四ドアワゴンであったが、設計は英国式であった。これは1968年のエスコート、1969年のカプリに次ぐ英独一元化政作の産物で、フォードコーティナマーク3とは、セダンのリアフェンダーとルーフラインが異なることと、クーペがタウヌスにのみ設定されていたこと以外はほぼ同じ設計であった。 ドイツのタウヌス愛好家たちにとっては、高輪駆動、直列シリンダーエンジン、リジッドアクスルリアサスペンションの TC シリーズは1950年代への逆戻りに他ならず、彼らは TC シリーズをバロックタオネスと呼んだ。また、中央部が突出したノーズデザインは1960年代末に GM 副社長からフォード社長にヘッドハントされながら1年余りで、 解任されたサイモン・ナッドセンの命令でデザインされたと言われ、ザ・ヌードソン・ノーズと呼ばれた。フォード・タオネス1979から1982、フルモデルチェンジを受けた1976年以降のタウヌスはコーティナと全く同じ車となった。外観はモダナイズされたが、気候的には旧型とあまり変わらず、1979年に、 フェイスリフトを受け、1982年に革新的なデザインの新型車、シエラが登場するまで生産された。ありがとうございます。